割と、えっ、ー、と、4日目だったかな昨日か。昨日はですね、昨日っていうのは8月の22日ですけれども、竹富島に行ったんですよ。で、竹富島っていうのが多分、石垣島を基準にして、最も有名な、最も観光客が多い離島だと思うんですよ。で、ちょっと、えっ、ー、と、僕の記憶が正しければ、竹富島を訪れる観光客は年間50万人ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、 で、竹富島って、えっ、ー、と、石垣島に、えっ、ー、と、夕暮れな離島ターミナルっていうですね、フェリー乗り場がありまして、夕暮れなは会社名ですけれども、まあ、要するに離島ターミナルっていう、まあ、あの、フェリーのターミナルがあって、そこからフェリーで高速船みたいな船で、10分15分で着くっていう感じの、まあ、あの、お、お手軽というか、まあ、行きやすいところなんですよね。で、しかも船も、えっ、ー、と、まあ、だいたい1時間に1分、 一本ぐらいは出ているんで、朝の7時ぐらいから夜の6時、7時ぐらいかな、までの間かなんか、だいたい1時間に一本ぐらいは出たりするんで、まあ、気軽に行って帰ってこれるみたいな感じなんですよね。で、そこがですね、2019年の9月から、入党税っていうのを取るようになったんですよ。入党税ってこういう字ですね。入る島の税ですけれども。ほんで、入党税が1人300円なんですよ。で、これを、 えっと、その、夕暮れな離島も、え、離島ターミナルっていう、その、フェリー乗り場にある自販機で買うか、竹富島について降りたところにある自販機で買うみたいな感じなんですよ。チケット買うんですよ。チケットの写真あったっけあるか。ほんで、これただし、あの、2位なんですよ、実は。税って言われには2位なんですけれども。で、この2位なんだけれども、えっ、ー、と、もともと、 地域自然資産法っていう法律に基づいている取り組みで、環境省によると全国で初めてこういうことを始めたのは竹富島らしいんですよね。で、まあ、あのー、全員払ってくれれば1億以上の収入が生まれるんですけれども、まあ、全員なんか買ってくれねえだろうということで、40%ぐらいかなと見込んで、それでも数千万円かな、かなんかが収入としてあるんじゃないかと。 で、まあ、それを使って、まあ、様々な、まあ、それこそ、その、なんていうの、あの、ゴミの処分であるとかね、その、まあ、環境保全とかね、そういったものをしようとしてるらしいんですよ。で、まあ、その、入党税を払ってくれた人には、なんか、オリジナルのステッカーを配るとかね、そんな感じのこともしてくれたりしてるんですけれども、そもそも、竹富島っていう島が、まあ、ある意味、僕の中で出発点になってる部分もあるんですよね。で、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。 で、それはですね、まああの、要するに今回こういう地図を手に入れてきましたけれども、竹富島っていう島はですね、人口300人ちょいの島なんですよ。あ、でもこれはあんまりお見せできないな、その著作権的な。あ,あ、見せられないな、残念、まあ、表紙だけ。 人口300人ぐらいの島で、ま、あの、小中学校があるんですよ。小学校、中学校があって、ただし小学校、中学校は一緒にある学校で、小中学校だから小学校6プラス中学校3年の合計9学年で、全校生徒が30人ぐらいなんですよ、確か。の学校なんですよ。で、その人口300人ぐらいの島の中に3つ集落があって、集落ごとに言葉がちょっと違うんですよ。違うらしいんですよ。 っていうところから僕が始まってるんですよ。その、その300人の中で、その人数で言葉が違うのかと。で、残念ながら、未だに、この竹富島は何回も言ってるけども、竹富島のネイティブの話っていうの生の声ではまだ聞いたことがないんだけれども、いや、その、会えないわけですよ。要するにその、 ま、こちら、あの、島の人からするとこっちはもう観光客でしかないわけだから、行っていきなりその、全然知らん人にピンポン押して喋ってくださいって絶対おかしいんで。 ま、本気でやることになったらば、それこそその町役場とかを通して、町役場か、竹富町、あそこ街なんですけど、竹富町教育委員会みたいなところを通して、取材協力してくれる人いませんかとか、さっき言った竹富小中学校を,を通して協力依頼するとかね、そういうことになると思うんですけれども、まず、まず、まあ、ただ僕自身は、その、方言の言葉そのものよりも方言の維持に関心があるので、まあ、 ネイティブの方の話を聞いてみたいという気持ちはあるはあるけれど、まあ、実際のその言葉よりも、それを、ま、自治体であったり、その市町村であったり、県であったり、国であったりとかね、どうやって維持しようとしてるかって方が今は関心があるので、まあ、ネイティブに、ね、たまたま遭遇できたらば、その話を聞いてみてると思うんですけどね。 まあそんなわけでその300人の島でも集落によって言葉が異なるっていうところから全ては始まっていて、まあそこからこう、石垣島を基準とした離島にいろいろ行ってるわけですよ。その石垣島以外で言うと、竹富島があって、竹富島があって、黒島があって、え竹富島があって、黒島があって、はと、はてる間島があって、入表島があって、小浜島があって、与那国島があって、あと行っていないのが、鳩間島って島なんですよね。ここはとにかく、 行きにくいんですよ。ここはあの、どうして行きにくいかっていうと、海がね、荒れやすいところにあるんですよ。だから行って帰って来れなくなるリスクがあるんで、かなりね、難しいんですよ。実際にその、フェリーとかもね、結婚になることも結構よくあるんで、あの、ダジャレなんですけど、あるんで行きにくいんだけれど。まあ、ここもね、いずれ、ちょっと行ってみたいなと思いますけれどね。 でも本当にね、島によっていろんな言葉であったりとかがあって、それを残そうという動きがそれぞれの島にはあるんでね、それをこれからも見ていきたいと思います。ほんじゃまた。